はい、アンディです、今回なんですけど、ついにね、この多機能ペン、ステッドラーさんの多機能ペンがね届きましたので、ちょっと開封レビューしていこうかなと思います。思った以上にシンプルな、包装でしたね。まあお値段的にもね、これ2000円しないぐらいですかね。1900円とか2000円ぐらいとかだったと思うんで、まあそんなにね、頑丈な高級感ある包みではないとは思ってるんですけど、かなりシンプルでした。まあ、これはこれって感じですけど、はい。で今回はね、ステッドラーさんのアバンギャルドライトでしたっけ、をちょっと購入してみたんですけど、こんな感じですね。いやー、このミニマルなデザインはまあめちゃくちゃ好みですね。はい。で今回多機能ペンってことでね、黒と赤のボールペンですねと、シャーペンがついてます。でこれ面白いのがね、振り子式っていうんでしたっけ、なんかこう出したい色を上にして押すと出てくるっていう、まあ、ラミーのね4色ボールペンと同じ機構なんですけど、仕組みなんですけど、これ結構僕気に入ってましてですね、これで、ね、このなんか仕組みにすることによってこう細く作れるっていうのがメリットらしいんですよね。ということでこちらのステッドラーさんの多機能ペン3色ペン、いや、あーいい感じですね。とりあえず今日のねラインナップ、今更ではあるんですけど、ちょっとやっていきます。でまず開封ですね、今やりましたが、まあその感想なんかをねちょっと述べていこうかなと思ってたんですけども、思ったより軽かったですね。見た目がやっぱこう重みのありそうなアルミに見えたのと、あとステッドラーさん、僕昔製図ペンね、シャーペンの方を使ったことがあるんですけど、その時は結構ずっしりとしたね、シャーペンで500円とか600円だったんですかね、1000円ぐらいしたのかな、まあ、それぐらいのお値段感なのにしっかりとした重みがあったっていうイメージがあるんですけど、これはかなり軽いですね。アルミなんですかね、ちゃんと調べてはないんですけど。でまあロゴがね、ステッドラーってこのロゴがねほんのり見えるの、これはいい感じですよね。僕こういうミニマルデザイン大好きなんで、もう一本ねオールブラックっていうのもあったんですけど、それねロゴが白かったんですよね。ちょっとそこだけ残念だなと思ってこっちにしました。まあ、シルバーもいいかなと。でまあこれ何のために買ったかっていうと、以前購入したこの、プロッターさんのね、ミニロク手帳、こっちにね、まあ、つけようと思って購入して、もともとねこれラミーの4色ボールペン入れてたんですけど、これ使ってたんですけど、ちょっとねここの専用のこのペンホルダーに対して若干きつかったんですよね。まあ入らないわけではないんですけど、なんとなくこう綺麗には収まりきれない。あとね長さですね、ここ微妙にね出るんですよね。ここをぴったり押し込むとここがちょっと出てるのが分かりますかね。これがね取るときに若干引っかかるんですよね。まあほんと一瞬って感じなんですけど、めちゃくちゃまあ邪魔かと言われるとまあそこまでではないですよね。こうやってスッとやればなんとか開くんですけど、でやった時にねこれ1センチ短いんですね。ラミーのボールペンに対して1センチ差、この差があることによって、ただねここが硬いって書いてたのでね、ちょっとやっぱ押し込むのは若干微妙ですね。なのでもう僕ここに入れちゃおうと思ってます。こうやってまるっと、多分これで落ちることはないと思うんですけど、こういう感じですね。こういう感じで、はい、こんな感じでやると中に収まった上に、見え感もねシルバーでちょうどいいデザイン感じゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。こんな感じですね。はい、じゃあ続いてちょっとこれ書き心地試していきたいなと思います。まず黒ですね、黒ボールペン、普通っすねめっちゃいいかっていうと、良いではない。どちらかというとラミーが、あでもこれラミー僕中身ジェットストリームに変えてるからな、書きやすいのは当然ですね。これはねちょっと普通って言いましたけど若干微妙寄りです、僕の中ではね。ただまあこの紙との相性とかもあると思うんで、これに書いた時どうかっていうのもありますよね。ああ普
通ですね普通です。ちょっと引っかかりが強いかなって感じがしますね。じゃあ赤はどうかと。同じですよね、当たり前なんですけどね。はい、これはねちょっと普通でしたね。ただまあ実際これはねちょっとレビューを見ていて、まあなんとなく分かってた情報ではあるんですよね。なのでまあそこまでこうマイナスには思ってないというか、まあ想像の範囲内というかね。そうですね、シャーペンも普通ですね、基本的に全部普通ですそんなにねめっちゃ書きやすいっすっていうことはありえないですね。シャーペンはもしかしたらこれ多分 HB かなんか入ってるのかな、 2B とかなんかちょっと柔らかめのサラサラ書けるものに変えるともうちょっと書きやすい気はしますけど、これはまあちょっと、まあ僕シャーペンそんなめちゃくちゃ使うわけではないし別で使うものを持ってるんで、まあ、これはいいかなと。でこっからですよ、インクの入れ替えですね。これがね、まあ、ボールペンでインクの入れ替えって何言ってるのかと思うかと思うんですけども、実はこれがダミー同様ジェットストリームと入れ替えられるらしいんですよ。はい、これラミーですね。これ僕が使ってるジェットストリーム、三菱鉛筆なんですね。これとねリフィルの交換ができるっていうことが書いてあったんでこれにしたっていうのもあります、実はね。で、おお全然合いますね、全然余裕ですね。これで今、ステッドラーのボディに三菱鉛筆さんの、芯、替え芯が入ったってことでね。あ、来ましたね、これですね、この書き心地ですね。あ、全然いいっすね、こっちの方がいい。残念ながらもともとのものよりもはるかに書きやすくなります。なるほど、もう間違いなく僕替え芯運用ですね。ただまあちょっとね使わず捨てるのはやっぱもったいないので結構頑張って最初は使うようにしようと思うんですけど、書き心地はねもうジェットストリーム一択ですね。どんなペンにもこれを入れたいと僕は思ってしまうぐらい。ちょっとあとねこの紙との相性がね若干ジェットストリーム落ちますね。これはちょっと別の話になりますけど、こっちで書くときの気持ちよさがこっちちょっと減りますね。引っかかりが多いのかな、これは。ちょっと紙の問題だわ。三菱さんのジェットストリームって結構どんな紙に対してもものすごく書きやすくて僕使いやすいと思ってたんですけど、ラミーの時これでやってた時にちょっと違和感をうっと感じてはいたんですけど、今確信しましたね、付け替えてみると分かる、これは芯の問題だと。そういうことですね。ということで、まあどういうことかと言いますと、とりあえずこのペンがなくなるまではこのまま、純正のインクでいきますけど、この後の替え芯に関してはもう僕はジェットストリームに変えて赤黒運用していきます。総合的には満足度高いですね、めちゃくちゃ気に入ってはいます。まず見た目のデザインの良さと、あとはやっぱこのプロッターさんとの相性の良さですよね。これは結構かっこいいんじゃないですか。もうちょっと濃いこのぐらいのねシルバーがあるとより良かったんですけど、まあそこはそこですよね。でここにスッと入れてこれで運用しようと思っています。さすがにこれ落ちることはないと思うんで、いいんじゃないでしょうかね。はい、といったところでやってきましたステッドラーさんの多機能ペンでした。これはね、まあ、めちゃくちゃおすすめするわけではないですけど、このサイズ感とかデザインとかが好みな方はいいんじゃないかなというふうに思っているので、ということで、今回の動画は以上になります。よかったらチャンネル登録、高評価なんかもしていただけると嬉しいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。